はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、青旗、ガチャなんですが、青旗1000枚頑張って貯めました。はい、夜中というか現在、4月4日、深夜の1時でござる。はい、まあ、仕事終わってからずっとやって、結構やっぱりね、1周年記念とか、なんかプレゼントボックスとかない限り、大変、青旗は。結局、ヒカキンさんのステージも1回しか出てこなかったので、まあ、貯めるの大変なんですけど、今回は、青銭も36000、まあ3万枚ですね。あるので、合計200連引いていこうかなと。青銭100連と、青旗100連と、いきますので、今回ね、多分ね、本当に申し訳ないんですけど、多分試合がないかもしれない。いや、わかんない。もしかしたら、時間見て、ちょっと、あ、これは多分かなり長くなっちゃいそうだなと思ったらできないけど、まあ、できるだけできるようにします。はい。ということで、まずは、ちょっと青旗が今回メインなので、こちら、青銭からやっていきたいと思います。で、今回の、まあ、狙いとしては、スピノサウルスはね、残念ながらなんかもう、ティラノサウルス持ってるんですよ。なんか、それとほぼ一緒かなって思うので、まあ、狙いはこちら、ネッシー。こちらを狙っていきたいと思います。横姿がすごいみたい。どんな感じなのか。幻行きましょう。じゃあよろしくお願いします。さあ行くぞ。スピノザウルスって何だった？スピノザウルスが、ギーで、こちらが、幻あ、行きましょう。ごめんなさい。はい、うるさいですね。じゃあ行きます。さあ。まあまあまあ、できるだけ、200連なんでね。あまり発狂しないようなプレイングなどがちょっとできればいいかなと思いつつ、はい、やっていきたいと思います。あと、スキップも、もちろん対応してね、さすがに200連ずっと、ね、スキップせずだと、もうね、皆さんも多分ぐだるだろうし、もういい加減うぜえよと。もういいから先見せろと。はい、いう感じになってしまうと思うので、まあ、最初、まあまあまあ、スキップ、行きましょうか。もうこっからは、もう、当たり外れ関係なくスキップで行きます。はい。今まではね、ちょっと普通にスキップしない方が当たるみたいな感じだったからスキップしてたけど、さすがに長い、200連は。ということで、スキップ！まあまあいいですよ。ここは前哨戦なので、正直この100連はね。今回のメインは青旗です。オッケー！原始人いきなりゲットしました。いいよいいよいいよ。原始人をゲットしていいですね。設定しましょうか。マンモスはどこだ？はい。僕、個人的にこの原始人好きですね。はい。じゃあ、まあガンガン行きましょう。さあ、まあまあまあ、腕試しなので、竜が出てきました。もうマックスですが、はい。まあ一体ピックアップが出てこればいいかなっていう感じ。なんかすごい出てくるね。すごい出てくるんだが、まあ僕が必要なのは、青旗が本番なので、そんなに、まあピックアップ以外は嬉しくないのかなといったところでござるが、もちろん出てきてくれるに越したことはないといったところですが、全く出てくる気配がござらん。まあしかし、まあ虹2回出てるからね。しかも原始人もいっぱい、おー！ありがとうございます！ナッシー！はい、ありがとうございます。幻！はい、やっと。まあいいですね。あんまりそのなんだろう、期待してない時に出てくる。まあ、青鬼オンラインあるあるというか、青鬼オンラインあるあるっていうか、多分ガチャ、さらっと今月も出たね。すごい神引きしてる気がするんだけど、気のせいかな。はい。まあ、ガチャ動画あるあるだと思うんですよね。狙ってもないのに出てくるみたいな、こんな感じでね。うん、虹を狙ってもないのに、原始人が2連続で出てきてるっていうね。はい。まあ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 、いい感じになったんじゃないですか。さあ、そして次本番ですよ。こちら。青旗、行きましょう。こっからはちょっとドキドキですよ。まあもちろんスキップで行きますが、まあ、ね、最初はちょっと引きましょう。で、今回この青旗の方が重要なので、まあさっきはね、ちょっと前哨戦だったので、意外とポン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 って引きましたけど、一回一回心を込めて引いていきたいと思います。まあもちろんスキップはしますけどね。はい。頼むぞ。まあでもさっきの100連は正直神引き。もしピックアップを狙ってる身だとしたら、最高の引きでしたね。さあ、青旗で、これで1体、正直、まず1体。1体出てくれば個人的にはいいと思ってる。はい。頼むぞ。タップエンスタート。さあ行くぞ、こっから。頼むぞ、スキップンプンプン。あらららら。まあまあまあ、まだ20連だ。次30連目です。大丈夫。当たる確率は非常に高いはず。0.33% だ。なんてったってね。あらら。いや、落ち着け大丈夫だ。まだそんな時もある。そんな時もござる。ここで、何も出なかったらちょっと一回スキップをやめていいですか？スキップ！はい、スキップやめまーす。星さん出てきてますけど、あれ、迷彩福武氏は正直星さんだと思ってないので、はい。ダメですね。大丈夫、落ち着け、トライングさん。一回深呼吸する？いや、深呼吸せずに行こう。あのね、この、だいたい200連のガチャやるときって僕酸欠になるんですよ。
なんでかって ずっと喋り続けるっていう感じになってしまうので、終わった後に若干、撮影終わるじゃないですか。ピーって切るじゃないですか。その時にね、頭クラッてするんですけどね。完全に多分酸欠状態に陥っております。呼吸する方が多分少ないと思う。喋ってるよりね。うん。基本僕はあまり呼吸することがない。あららら ら, ら。待って、残り50連。いや、大丈夫。50連中1回でも出てくればいいんだから、大丈夫だよ、大丈夫だよ。はいはいはい、サメちゃん、あれ出てこない。どういうことだというのかね。あれおかしい。ちょっと待って、これ出てるよね。提供割合 0.33 だよね。合計 0.1% 出てくると思うんだけどね。あれ10連やったら 10%、 そして100連だったら 100% だよ。あら、まあ 100% って言ってもただ所詮は確率ですけどね。うん、それは分かってるんだが、そんぐらいの確率だよっていうことだけをちょっとアピールしておきたいんだけど、残り20連どういうことですか。え、嘘でしょ。オッケー、ありがとうございます。よし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 、オッケー。今回、しかも狙ってた紫。あら、神引き、ネッシーに、サメシャン。これは神引きといったところではない。これは神引きって呼んでいいよね。あ、よかった。もう今、心が気持ちが楽でござる。はい。まあ、この青旗に関しては、まあ、3体集めた方が、そりゃいいですよ。ありがとうございます。なんだこの超神引き。あ、スキップしちゃった。え、でも紫使おう今回は。やばくない？ 2 体出たんだけど、やば。ちょっと見ていい？ちょっと見ますよ。これはやばいでしょ。これは町の害なしに。はい、こちらブルーシャーク、さらにパープルシャーク、そして、ネッシーと。いやー、なにこれ？怖い！ランダムマッチ行きましょう。いや、そして、ついに念願のサメですよ。今までほとんど使うことができ、使うこ、ほとんどっていうか、ちょっとずっと、これ、昨日見た時から、一応昨日になるのかな？一応撮影日が、深夜の1時なので。当たってからずっとちょっと気になってたんですよね。横がすごい気になる。どんな感じになるのか。まだ実はマッチング画面であんまり出会ってないんですよ。見たけど、マッチング、あ、ちなみに今、ボット部屋だったので、抜けました。マッチング画面で、あ、サメいるなって思ったんですけど、ちょっとなぜかやっぱり回線落ちかわかんないですけど、ちょっと抜けちゃったりとか、いざ対戦やった時に出会えなかったりしてたので、結局今、実はこれ、サメ初めてなんですよ。初サメなんですよね。さあ行きましょう。さあ行くぞ、ブー太郎。行くぷー。はい、よろしくお願いします。そう、ダークオーラあるじゃないですか、ダークスキン。あれ、個人的にすごいお気に入り。使ってる、すごい使ってる。なんでかっていうと、僕横中なんですよ。横中の僕からしたら、すごい、なんだろう、紫の横がすごい良くて、気に入ってます。はい。なので、今回こちら、サメさんの横、どんな感じなんでしょうか、見てみたいと思います。横中のトライアングさんを満足させることが、果たしてできるのか、いきましょう。大きさ的にはいい感じの大きさですね。さあ、横で決まるよ、トラングさん。気に入るかどうかは、正面はすごい可愛い。よかった。あ！いい！あ、もうちょっと丸みを帯びてた方がいいかな。もうちょっと丸みを帯びてた方がいいかもしれないけど、思ってたのとちょっと違うかな。なるほどね。わー、後ろ前いいのにな。横さ、これもうちょっとさ、横ってか縦がキュッてなってほしかった。もうちょっとポケモンのホエル子みたいな感じで。ホエル王じゃなくてね。ホエル子みたいな感じだったらもっとよかったな。もっとなんか、風船みたいな感じだったら。でもかっこいいな。もうちょっと縦ってギュンって押してほしい。もし、顔とさ、おひれをさ、ぐーってなんか絞ってほしい。絞るっていうか、プレスしてほしい。プレス。なあ、もった、そっか。悪くはない。ちょっと待って、ワーパーン。嘘でしょ、トレンさん。これは、嘘でしょ。トレンさん？嘘だよね。これは詫びするよね。はい。
最後に10連やります。これは申し訳ない。これはダメだ。はい。結局、210連目になりますね。はい。こちらちょっと、お詫びとして、聞かせていただきたいと思います。本当に申し訳ございません。まあでもちょっと、お見せしたかったから。今回は試合っていうより、お見せしたかったっていうことにしときましょう。はい。本当に、ごめんなさい。ここで、もう一回ネッシーじゃなくて、もう一回誰だっけ、スピノサウルスみたいな、それが出てきてくれたら非常に嬉しいんですが、まあ、そんなことはなく、はい、終わりますね。まあ、とりあえずは、ちょうど酸欠気味になってたのでね、まあ、ちょうどいいかなと、はい、思います。ごめんなさい。本当に申し訳ございませんでした。はい、ということで、まあ、今回はもうガチガチのガチで、神引き、超神引きしちゃいましたね。なので、まあ、次回は、ちょっと待って、抹茶剣路、こちらですね、最後、レッドシャーク。こちらなんかね、これ人気っぽいんですよ。このレッドシャーク。なのでまあ、このレッドシャーク狙っていきたいと思います。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ、お疲れ様です。バイバイ。